では勝選手に伺います。今年1年改めて振り返ってどんな年でしたか？もう本当に去年すごい苦戦した1年だったんですけど、今年1年我慢したのが今年一気に、成績に出たんじゃないかなって思います。春先にはプロの大会で優勝して、ね、アマチュアとしても勝ちたい試合を勝って、でこの最終戦リコーカップに出場ということになりましたが、このリコーカップどんな思いがありますか？いやもう去年まで本当にテレビでこう見ていて、いつか私もこの舞台で戦ってみたいなっていうふうに思っていたんですけど、まさか今年憧れの舞台に出れるなんて思ってみなかったので、もうすごい楽しみです。練習ラウンド、そしてプロアマも出場して、今日も練習して、この3日間雰囲気味わっていかがですか？いやもう本当に早く明日にならないかとすごいワクワクしてました。いよいよ明日から4日間始まりますが、意気込みを聞かせてください。自分の持ち味は、攻めのゴルフだと思うので、それを変えずに楽しくプレーしたいなと思います。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上田選手に伺います、今シーズン最終戦ですが、ここまで振り返ってどんな1年でしたか？久しぶりに優勝もできたっていうのと、前半戦すごく調子が悪かったので、日本ツアーの、質がすごく上がってるなっていう感じが前半戦すごくしてた分、中盤から後半にかけて、自分のゴルフができるようになってきたので、来年がまた楽しみだなっていう1年でした。そしてこのリコーカップは3年ぶりの出場ですが、この舞台にまた今年立つこと、どんな思いがありますか？やっぱりこう地元九州っていう大会はもう前半戦しかないので、親戚だったり友達だったりがすごく楽しみにしている大会の一つでもあるので、帰ってこれたことはすごく誇らしいですし、またこの大会メジャーなので、自分メジャー優勝してないので今年こそ取りたいなと思ってます。さあ明日からいよいよ始まりますが、一言意気込みを聞かせてください。4日間長いので、本当に山あり谷ありどっちもあると思うんですけど、しっかり耐えるところを耐えて優勝目指して頑張りたいと思います。最高のシーズンの締めくくりを楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。渡辺選手に伺います。ここまでこの1年を振り返ってどんな1年でしたか？そうですね、初優勝も挙げられたし、去年よりも安定して成績を残せた1年だったと思うので、すごい1年だったなと思います。この宮崎県は本当に渡辺選手にとって今年とても縁起のいい場所だと思いますが、この宮崎で迎える最終戦リコーカップはどんな思いがありますか？そうですね、本当に初優勝を挙げた思い出の宮崎なので、また宮崎で2勝目をという気持ちはあります。いよいよ明日から最終戦がスタートしますが、意気込みを聞かせてください。そうですね、ショットはすごく良くなってきたので、グリーンがキーポイントになると思うんですけど、私らしく攻めて頑張りたいと思います。4日間楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。鈴木選手に伺います。ここまでこの1年振り返っていかがでしたか？そうですね、成長した1年だったので、すごく満足した1年でした。メジャーで初優勝を飾り、そしてこのリコーカップ出場権を勝ち取りましたが、このリコーカップはどんな思いがありますか？そうですね、いつもテレビで見てたので、まさか自分が出れると思ってなかったので、すごくびっくりしてます。いよいよ明日からその夢のリコーカップがスタートしますが、一言お願いします。そうですね、調子自体は悪くないので、いつも優勝狙って、頑張ります。今週も楽しみにしてます。ありがとうござい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 ました。いよいよ今週が最終戦ですが、ここまでこの1年振り返っていかがでしたか？そうですね、いつもこの大会に出たいと思ってやってるんで、嬉しいです。この出たいと毎年思っているリコーカップ、この大会は大本さんにとってどんな大会ですか？そうですね、やっぱり1年間頑張って、選ばれた人が出る大会なので、思いがいる。はい、いよいよ明日から4日間試合が始まります。どんな思いか一言聞かせてください。
そうですね、一打一打頑張って、はい、少しでも上に行けるように頑張りたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。稲荷選手に伺います。今シーズンここまでどんなシーズンでしたか？そうですね、まあ、去年2勝して今週出て出たんですけど、今年は優勝なくてきたのがちょっと残念っていう、うん、はい、気持ちはあるんですけど、まあ、去年優勝してからの成績よりは今結構上にいるんで、うん、はい、今週は最後なんでやっぱり優勝目指して頑張りたいなと思います。このレムリコカップは本当に上位につけていないと出られない試合ですよね。このリコカップどんな大会ですか？そうですよね、まあ、私の的には出れたっていう気持ちもすごいなんか嬉しいし、うん、はい、まあ、出たとしたらやっぱり頑張りたいなと思ってます。いよいよ明日から4日間始まります。一言お願いします。そうですよね、まあ、今シーズンは優勝できなかった分、今週結構一生懸命頑張って優勝いけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。森田選手に伺います。いよいよ今週が最終戦ですが、ここまで今シーズン振り返っていかがでしたか？そうですね、まあ、去年 の成績もあるんですけど、それに比べたらあまり良くないですけど、うん、はい、いろいろと勉強になっている年になっていると思っています。はい、そしてこのリコーカップ、このリコーカップは森田選手にとってどんな思いがある大会ですか？そうですね、まあ、最終戦でもあるしホステスプロでもあるので、まあ、特別な方しか出られないっていうのが、はい、自分の中にはあります。そして去年はこのリコカップで女王を決めてね、思い出が非常にあると思いますが、はい、今年はどうでしょうか？今年は関係がないので、はい、伸び伸びできると思います。いよいよ明日から4日間始まります。一言お願いします。はい、あの4日間死ぬ気で頑張りたいと思います。はい、楽しみしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。井上選手に伺います。いよいよ最終戦ですが、今シーズンここまでいかがでしたか？うん、本当に頑張ったと思います。はい、あの印象的だったのは、今年はあのツアー選手権のホールインワンもありましたよね。うん、そうですよね、もうプロになって初めてだったので、はい、嬉しかったです。本当にこのリコーカップはどんな思いがありますか？そうですね、3年前に本当に優勝したので、はい、今年も、はい、はい、頑張ります。いよいよ明日から始まります。一言意気込みお願いします。結構今日クリーンが難しかったので、はい、明日からちょっと難しいかなと思いましたけども、はい、もう一個はやっぱり優勝したのコースなので、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。楽しみにします。ありがとうございます。ありがとうございます。